頭の悪い上司に困っているんですの巻。相川さん、私思うんですけど、誰もが好きなことをやったら社会って成り立たないんじゃないですかね。相川さんみたいに自分の好きなことを追求する人生っていうのを誰もが送っちゃうと問題あると思うんですよ。人が嫌がる仕事あるじゃないですか。ああいう仕事やってくれる人がいなくなって困ったことになっちゃうんじゃないかと思うんです。そうでもないよ。そうですか？むしろ本当に必要な仕事と必要ない仕事が選別できると思うけど。そうですかね。いやでも例えばゴミの収集をやってくださってる方々がいますよね。この暑い中本当にご苦労様だと思うんです。でも多分この方々に「あ、すいません、これからは好きなことやって好きなことだけやっていただければいいですよ」って伝えたらどうなると思います？そうだな。いや多分ふざけんなよ、給料ないと生活できないだろうって怒られてしまうんじゃないかと思うんです。でしょうね。はい。いやもし今仮に世界的に話題になってるベーシックインカム、全員に給料を、何もしなくても保証しようっていう話ですけど、あれが日本にも導入されたら、その状況になってこの方々にこれからは好きなことだけやったらいいですよって伝えたらどうなるでしょう。多分誰もゴミの清掃員とかやらないと思うんですよね。いやもちろん世の中には変わり者がいるでしょうから、ゴミの清掃員を本気でやりたいっていう方もいるかもしれません。でもゴミとか電力とか電車とかってなんかそういう必要不可欠なもの、でもそれでいて地味でなんかつまらないものって、それだとやっぱこう気まぐれでは運営できないんじゃないでしょうか。そうでもない。そうですか。いやそれにこれまた相川さんみたいに好きな場所に住もうって言って誰もが外国のリゾート地に住むようになったら、日本の地方さらに過疎化しますよね。困ったことになるんじゃないですかね。そうでもないと思うよ。そうですか。ともあれ、あなたが言いたいことっていうのは、自分のことよりも社会全体の幸せについて考えているという気持ちは伝わる。それは素晴らしいと思うよ。ありがとうございます。いや私も一社会人の端くれですからね、世界の平和とかまではわからないですけど。自分の中の答えを頼りにすることである。自分の中の答えですか。自分だったらどう思うかである。いや自分だったらというと、いや私は今の職場に満足してますよ。でそもそも私人が好きなんです。で家族も愛してますし、もしそれこそ未来、ベーシックインカムが導入されたとしても、私は今の仕事を続けると思いますよ。給料なくてもやるかもしれません。でもやっぱ違和感は感じるんです。なんか嫌々働いてんだなっていう人を見ると。うちの社員の中にも何度言っても同じミスを繰り返す人や、やるなって上司に何回も言われてるのに何回も同じことやっちゃう人がいるんですよ。それになんかこう上の意向ばっかり気にして少しも現場の社員やお客さんのこと考えない上司もいるんですよ。本当にもうこれはちょっと腹が立つんです。だって全然勉強しないんですよ彼ら。それに現場に出ると勤務時間なのにダラ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 携帯ゲームでスマホいじってる人もいたり、喫煙場所でもないのにタバコ吸ってるようなモラルが低いちゃんとしてない人見かけるんですよ。いや何が言いたかったかっていうと、ムカついてるんだな。いや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 い
ない人様に対して、つまりちゃんとしろよって言いたいんだな。うん、まあちゃんとしていただきたいとは思います。お人よしめ、お人よしは人を滅ぼすのだよ。え？誰かが言わないとダメなんだよ。誰も本音を言わないだろ。なぜあなたはそのぐうたら社員に何も言わないのだ。なぜデタラメ上司に直言しない。なぜ怠け者スタッフにお前ら舐めてんのかよ、働けよと言わないのだ。いや、全く言わないってことはないですけど、直接言ってしまうと相手が傷つきますよね。それに上司に直言なんてして機嫌損ねでもしたら困ったことになるんじゃないかと。困ったこと、困ったこと、困ったことって言ってるから困ったことが起こるんだろうが、誰かが言ってくれる、誰かがやってくれる、自分はこらえてつつがなくってことなんだろう。なんかそういう言い方をされてしまうとなんだか責められているような、
自分がやるべきことを怠っているような気がしてきてしまいました。そういう気になってきました。誰でも気づいてるのに言わないだけ？そうかもしれないよ。だが気づいても言葉にする人は滅多にいないだろ。自分が可愛い、自分を守ることの方が他人のことより大切だから、そんなんでいいのか？え、いや、まあ本当にヤバい時は言わないといけないかもしれませんけど、でも普段は職場の雰囲気を荒らしたくないですよ。よく保ちたいです。それに家族を守らなきゃいけませんし、まあ私がちょっと我慢すればいいだけの話ですから。あなたもいやいや炎天下でゴミを集める人々と変わらぬな。え？別にゴミ収集の仕事がつまらない仕事だと言ってるわけではない。立派なお勤めである。どんな仕事にもそれが好きな方がいるんだよ。無意味な仕事なんてないのだ。はあ。結局あなたはみんなのためなんて口にしながら、本音は自分を守ってるだけなんだよ。自分がちょっと我慢すれば済むだと。そんなセリフはこれまで5万と聞いてきて聞き飽きてんだよ、バカ者。はあ。上辺の付き合いが仕事だから仕方がないなと。その程度だから子供たちの夢は楽して働かなくてもお金持ちになれる風な YouTuber なんだろうが。風ですか？とんでもない誤解である。争いを避けて和を重んじるたわけが、そんなものは和ではないんだよ。ただの現実逃避なんだよ。恐れずに本当の人間関係と向き合え。本当の人間関係ですか？そう。もし相手が自分の娘だったらどうする？家族だったらどうする？いや、まあ家族だったらそりゃ本人の人生のために良い選択をしてもらいたいとは思いますね。いや、ましてやもし娘が、まあバイト中でもなんか携帯ゲームなんかしてたら、やめなさい、携帯なんかやってると信頼失うからやめなさいって言うと思う。そう思いますね。だろ？上の人ばっかり見てる上司が、もしその上司がもし自分の息子だったとしたら、そうですね、多分お前な、給料分はせめてちゃんと働けよ、その上でな、役職者としてふさわしい人になれるようにしっかり勉強して自分を磨きなさい、そしてその背中を他の社員の模範になるようにしなさいと、そう言うかと思いますね。いいね。まあ同じミスを繰り返す社員には、君たちは本当にこの仕事したいの？やりたくないんだったら無理に続けなくてもいいよって話しかけて、安心してもらって彼らの本音を聞き出すかなと思います。うん。はあ。いや、なんか今想像してみると、なんか実際にできるようなこともあるような気がしますね。だろう。想像は想像、イメージはクリエーションである。いい言葉ですね。うん。できることから始めよう。ここのところ非公開のレッスン、コンサルティング依頼が多い。京都に長期滞在しているという噂を聞きつけて、まあ過去にレッスンを受けた方や過去にコンサルを受けていたからの口コミで、はるばる京都まで相談に来られる方が非常に増えている。普段はヨーロッパ、南米、世界中を飛び回っていて、まあ行方不明、行方知らずなどだから仕方がないけれども、真夏の京都、街を見下ろす山のふもとのホテルラウンジ、お茶をしながらコンサルティングをしていると感じるものがあるのだ。それはウイルス騒動の効果が現れてきているということ。それは自分の人生と向き合う、まさにそのためにこの騒動は起こっているのだ。今まで自分がやってきたことを、今やっていること、住んでる場所、今お付き合いしている方、はたまた本当はやりたかったことは何かな、本当はやりたくないのになんとなく続けてきたことは何かな、そういったものがあぶり出されている。そうした自分と向き合い始めた人の中から今回このような方が現れる。自分の使命は何だろう、本当にやりたいことに気づいてしまった、すでにそうやって生きている人にお会いしてアドバイスをもらいたい、そうやって目の前に現れる人はある程度覚悟が決まっている。だから捨て身でお伝えすることができる。偽りを捨て本来の自分を生きる、それしかない。覚悟を決めて飛び込むのみ。